大月町にある八重丸水産。ここで作られるユニークな商品、きびなごけんぴ。県内のアンテナショップなどで販売され、さまざまな世代から人気を集めています。私どもはもともと高知市内の日曜市で沿岸物を製造してました。でも夏になると売り上げが下がるけれども、何とかしてお客様はたくさんいらっしゃっているので、売れる商品を作りたいなと思ってたところに、皆様が手元に持っている袋の中を見ると芋けんぴとかそういったものが入ってたので、きびなごでこれを作れないかなという思いが膨らんで、きびなごけんぴっていう商品ができました。昔からきびなご漁が盛んな大月町。大きいサイズのものは天ぷらや刺身に、小さいサイズのものはじゃことしての需要があります。しかし中間サイズのものは利用価値が低く、安値で取引されていました。中間サイズのきびなごっていうのが利用価値が大変低いということで、でも取れるのは取れるんですね。それをなんとか商品化できないかと思って、そこに目をつけました。今のお子様たちはその頭とか内臓がついた魚って今食べなくなっているので、でも親御さんはそういったものを食べてもらいたいという気持ちがあったみたいで、子供が食べてくれるっていうんで喜んでくださってたところ、お父様がおつまみにしてみたり、おじい様おばあ様が骨粗鬆症予防のお茶受けにしたりと、な幅広い年代に好評です。今ようやく高知県の中にもきびなごけんぴが広まってきましたので、今食べてる人たちが、その子どもさんにまたきびなごけんぴを食べてもらって、これお父さんがお母さんが昔から食べてたんだよっていう風に、代が変わっても愛される商品に育ってほしいです。海と日本。